仕事に効果があるのは笑顔よりも笑い。最高の仕事を生み出すために大笑いしましょう。こんにちは、山田真希です。魅力を爆発させて働くためのいいロハのは笑いについてお話しします。普段マナー研修の中では笑顔と笑いだったら笑顔が大事とお伝えしていますが、ここでは笑いの重要性についてお話しします。イギリスの大学の研究で仕事の前に何をすると仕事の効率が上がるか実験をしたことがありました。仕事の前に甘いものを食べるとか、仕事の前に瞑想するといったこともある程度の効果はありましたが、絶大な効果を発揮したのが仕事の前にお笑いの動画を見るということでした。仕事の効率ってなかなか測れないものなんですけれども、この笑いの後にいかに集中したか、いかに仕事がはかどったかっていうのを経験したことがある人はわかると思います。笑いがもたらす効果というのは、自分が落ち込んでいたり元気がなかった時に一番感じるものだと思います。少し前すごく落ち込むことがありました。この落ち込んだ話を友人に聞いてもらいたくて、私は涙が落ちそうになりながら友人の家に向かいました。友人は私の話を丁寧に聞いてくれました。友人の肩越しには友人の自宅にあるテレビがあったんですけれども、そのテレビでお笑い番組をやっていました。しかし私はまだまだ落ち込んでいたので、友人に丁寧にその話をしていました。突然そのテレビの画面に面白い映像が飛び込んできて、つい真剣に話してたんですけれども、その映像を見て大笑いをしてしまいました。友人もびっくりしてそのテレビを見て一緒に大笑いしました。真剣な話をしていたのに急に笑ったことがさらに面白くなって、2人で笑い続けました。笑っていたら悩んでいたことがどうでもいいことだと思えるようになって、その続きの話をするのをやめてしまいました。そこですっかり元気になって軽快に私は帰っていきました。帰り道なんと鼻歌まで歌っていました。私はご機嫌な時よく鼻歌を歌ってしまうんですけれども、その時は本当に回復していたんだと思います。それからその状態は何日か続いてたんですけれども、仕事に取り掛かろうと思ったらすんなりと取り掛かることができました。悩んでいた時はパソコンを開けただけでもため息をついたり、あとは全然考え事をして進まないという状態だったのに、笑いを見てから大笑いをしてから、こんなにも違ってくるんだなということを実感しました。笑いの影響力に関してはさまざまな書物に書かれていますが、やはり実感したということがないとわからないと思います。まずは笑っていただきたいです。私はどんなことがあっても笑える動画を持っています。だいぶ昔の動画なんですけれども、ゴリエとデスティニーの動画です。実はこの動画を撮る前にもこんな動画だよというふうにカメラマンの方に見ていただいたんですけども、2人で大笑いをしたので今も結構ハイテンションでいい調子で頑張れています。こんなふうに家宝のように大事にするお笑いの動画を持っておくといいと思います。皆さんも自分がいつでも笑える動画をぜひ見つけて、いつでも笑いを取り込んで仕事の効率を上げてみてください。